せ。天正十年六月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。信長の下で戦なき地平は訪れない。そう確信した光秀は私は信長様を殺してしまった。信長様は何を、私はどう生きればよいのか。いや、私は進まなきゃならない。我々は東の関を守る。南より敵本家へ迫りました。俺は天王山へ向かう。大人の喧嘩にガキが出てくんじゃねえ。